来たな。こっちだ。ついてきてくれ。ここだ。ブルネン家では湖の離れと呼んでいる。海？泉じゃない。この光る玉自体から水が湧き出てる。湧き出た水は昔からある地下水路を通じて水源の滝として流れ落ちている。清水を溢れさせる渦巻く白と輝く青、クリント王国の古式ヒグか。モリッツ氏が高台の調査に激怒した理由だな。これがあの森から奪われた水なんだ。これが、この玉が村の水源だったっていうのか。今までずっと使ってた水が、信じられねえ。一体どうしてこんなものがここに。島の人たちがクリント王国の子孫だから。いや、この玉が離れに据え付けられたのはもっと最近だ。それまでに村の水源は枯れていた。水が不足してた頃は水路のあちこちを塞いだため池でなんとか水不足を補ってたって聞いたことあるよ。島はすぐ下に岩盤があってろくに井戸も掘れねえしな。ずっと昔には普通に水が湧いてたらしいが。そういえばお父さんも麦ができるようになったのはほんの何代か前だとか言ってたっけ。それまで島の人は乾きに強くて地面から水を集める空間フルーツばかり育ててたんだってさ。これは数代前のブルネン家の人間がどこからか持ち帰ったそうだ。それ以上のことは聞いていない。あの森からキロたちオーレン族から奪ったものを抜け抜けとこんなところに据えつけて、ブルネン家は村での牽制を得てきたんだ。こんなもののせいで。待て。あんたが、なんであんたが止めるんだ。オーレン族なんだろう。そうだ。しかしおそらくこれを壊せば即座に村は水を失う。今感情に任せて動くべきではない。リラさん、ありがとう。じゃあ俺はどうすればいいんだ。俺には何ができる。ボス、その弾を持ち帰った数代前の人の話、モリッツさんに聞くとか詳しく調べられない。できなくはないと思うが、そんなもの調べてどうする。うまく説明できないんだけど、何かをうっすらと感じるんだ。物事のつながりみたいなものかな。この玉をたどっていろんなものを調べていくうちに解決の糸口がつかめる気がする。そうだな。リラの言う通り水の問題もある。請求に動かず着実に片付けていこう。クリント王国の錬金術がやったことだし、同じ錬金術師としちゃ放ってはおけないよね。そうだな。アンペルさん、手が痛むの？ん？いや、久方ぶりに門を見つけたり、水源を枯らした古式ヒグのことを知ったり、錬金術師としての心が少し動いてな。それにしてもお前のあれはいい宣言だった。私の宣言？ああ、クリント王国の錬金術がやったことを同じ錬金術師としちゃ放ってはおけない。私でもなかなか言えない素直な言葉だったよ。そう言わせるだけの行動力がお前にはあるんだな。アンペルさん、やっぱり手を直したい？さっきのことを抜きにしても、天井知らずに成長していくお前を見て悔しくは感じているよ。
え、成長って、そうなのかな。ライザ、あまり男の愚痴に付き合うな。お前まで暗さに毒されるぞ。愚痴、せめて嘆きと言ってくれ。どっちでも一緒だ。まったくみっともない。相変わらずアンペルさんには容赦ないな。私に何かできることはないのかな。あれってレントとボース？喧嘩してるわけじゃなさそうだけど。おーい、ライザ。よう。珍しい取り合わせね。二人で何してるの？してるというか、話してるというか。レント！わかってる。そう怒鳴らなくても言わねえよ。何？もしかして内緒話だったりしたの？あんたたち二人が？俺は帰る。ライザ、例の弾がどこから持ち込まれたか、今父さんに家路を調べさせている。分かったら連絡する。あ、うん、ありがとう。あ、拍子抜けしたような顔だな、ライザ。まあ、今までは顔を合わせるたびにだったからね。でも、こんな感じの方が絶対にいいよ。そりゃ、そうだな。ところで、やっぱり二人で何を話してたかは。言えねえ。男同士の義理ってやつだ。変なの。でも、そういうのもいいかもね。よう、ライザ。あ、レント、またお父さんと喧嘩？ああ、この程度ならなんてことないって。普段は魔物とだってやり合ってんだぜ。最近は結構相手ができるようになってきたし、そのせいか親父の態度も妙な感じに変わってたよ。妙って何が？妙は妙としか言えねえが、そうだな、頭ごなしな感じが一歩引いたみたいな。怖がってるとか？あの乱暴者がまさかな。でも俺が島の外を出歩いてるとか、竜を倒したとか噂は聞いてるだろうし、なんか思うところがあんだろうよ。向こうが引いてる間にどんどん強くなってやるさ。ごちそうさま。それじゃ、たまには家に帰って農作業でも手伝いますか。ライザ、ちょっと聞いてもらっていい？いいよ、聞くって何を？私のフルートのこと。フルート？最近はみんなの前で演奏しても肩の力が抜けてていい感じだよね。ありがとう。でもまだお父さんには話せてないんだ。聞かせてないじゃなくて、まだフルートを吹いてることも話せてないの？うん。そこまで隠し通すのもすごいけど、そろそろ聞いてもいいかな。どうしてそこまでお父さんに隠してるの？そうだね、実はお父さんは私がフルートを吹くことに反対なんかしてなくて、私が勝手に隠してるの。え？私のお母さん、体が悪くて遠い町で療養してて、小さい頃は私もお母さんと一緒に暮らしてたんだ。フルートの基礎はその頃お母さんに教わったの。今よりずっと下手だったけど楽しく吹いてた。何年かぶりに行商から帰ってきたお父さんを加えて
3人だけの演奏会をしたこともあったよ。行商人さんって年単位で家族と別れなきゃいけないんだ。うん、何年か前、私もお父さんと旅をする側になって、お母さんを置いて対象に加わったんだ。旅に出たばかりの頃は、私も隠したりせずフルートを練習してたんだけど、そのうち気がついたの。ん？私のフルートを聞くと、お父さんがとても悲しい顔になるって。どうして？3人で開いた演奏会を思い出させてしまうのかも。お母さんと離れてる寂しさをかきたててしまうのかも。そう思ったら、私はお父さんの前でフルートを吹けなくなった。クラウディア。それからずっとお父さんに隠れて一人で練習するだけだったんだけど、ここで私たちに出会った。うん、ライザたちと過ごして、あの異界の夜、演奏を聴いてもらったみんなの顔を見て感じたの。私の演奏は人を慰めることができる。だからいつかお父さんにも音を届けて悲しさを晴らしてみせる。決意表明ってやつね。うん、応援するよクラウディア。タオ、何熱心に読んでるの？ああ、ちょっと待ってね。区切りの儀礼はああやって終わりと。うん、ここんとこ家の古書を分類してたんだけど、だんだん分かってきたことがあって。へえ、分かったって何が？どうも僕のご先祖様は何かの儀式を取り仕切る役割をしてたみたいなんだ。儀式って、麦狩りのお祭りみたいな？どうだろう、お祭りそのものの記述はほとんどなくて、儀式場の補修とか管理の手順ばかり載ってるんだ。ご先祖様って雑用係だったんじゃないの？まったく、ライザにはこの知的な作業の面白さがわからないんだよ。ごめんごめん。それでクリント王国の人も神様へのお祈りとか麦狩りのお祭りをやってたの？さっきも言った通り、お祭りの記述はほとんどないんだ。ただああしろこうしろって意味の指示を出す仕草が大体どこにも載ってるから、これをマスターしとけば全体の理解が早いかなって。古書の解読ってのもただ読むだけじゃ済まなくて大変なんだね。こんにちは。お二人とも深刻な顔してるけど何かあった？いや、フィルフサの侵入を阻むために水没坑道を再び水で塞げないか検討していたんだが、水が引いた経路と逆に漏れ出す経路を正確に調べないと迂闊に手も加えられないと結論付けた。一箇所に水を引き入れたら今度は別の道が開いたってことになっちゃ意味がないからな。そもそもだけど、なんで急に水が引いたんだろうね。それだが、私は一つ妙なつながりを感じている。つながり？理屈としては明白に思え、湖の潮流が変化し外界の魔物が入ってきて不良が発生した。門を起動させた遺跡の崩落も水没坑道の水位の変化もおそらくは同じく潮流の変化によるものだろう。あとは開いた門からフィルフサが這い出てきて、それに反応して古城の竜が召喚って流れだよね。ああ、詰まるところ全ての事態を引き起こした根本の原因は湖の潮流の変化だ。理由は何だろう？というかそれも何かの一部みたいな気がする。これがつながりを感じるってこと？
私が教えようとしたことを先回りされたな。以前もお前が話していた物事のつながり、それは錬金術師として万物の因果を捉える才能だ。お前もそろそろ私と肩を並べつつあるな。そんな、いきなり褒められても照れちゃうよ。君の悪い声を出してないでもっと励んでくれ。お前には重い責任が課せられると言いたいんだからな。古式秘具の出所次第じゃまた大変な冒険になる。なんてことない場所にあったとも思えんからな。そっか、なら私としては錬金術の腕を磨くのが冒険への備えってことになるよね。頑張るぞ。ライザ、ちょっといいか。ライザ、お前に依頼したいことがある。依頼？私にってことは何かの調合？ああ、ここに記されているものを作ってほしい。リラさん、これって。昔医療施設と思われる遺跡で見つけたアンペルの腕を補助する特別な器具のレシピだ。クリント王国の貴族や将軍が使っていたものらしい。いつかこれを作れる者が現れたら頼もうと思っていた。確かにこれなら。あ、でもリラさん、これを調合するにはいろいろ欠けてるものが。それを見ただけでわかるのか。本当に錬金術師としての腕を上げたようだな。そう、調合するには欠けているものがあるのだ。だがそれは、私はこの辺りでは見たことがない。実はこの辺りでは最初からないのかもしれん。え、それじゃあさすがに調合するのは。私もそう思っていたのだが、一つ思いついた手がある。採取地調合器だ。え、採取地調合器。あ、そうか。あの中はこことは全く違う世界だ。ひょっとすると必要な材料があるかもしれん。もちろん材料がある保証など全くないが、今はこれにかけるしかない。わかった、試してみる。でも、あのリラさん、調合は頑張ればできるかもしれないけど、アンペルさん当人はそのクリント王国の錬金術を頼ることに抵抗とかあるんじゃないのかな。よく見ているな。その通りだが問題ない。私が何としても説得する。しなければなら、あいつはクリント王国が錬金術で犯した罪業を同じ錬金術師として心底から嫌悪し悲しんでいる。それは少しわかるかも。だろうな。クリント王国の錬金術がやったことを同じ錬金術師としては放っておけない。お前は明快にそう宣言できた。アンペルはそれと表裏一体の裏側の気持ちにとらわれているんだ。ライザ、私はお前のような人間をずっと待っていた。あいつと並ぶ才能を持ち、心の表を示せる錬金術師を。リラさん、わかりました。やってみせます。頼む。あいつは長い間重荷を背負い続けている。助けてやらなければいけないんだ。アンペル、お前に渡すものがある。これなんだけど。こいつは。
ああ、いつかのレシピをライザに見せて作ってもらった。あれは見つけたその場で焼き捨てたはずだが、私が写しを取っておいた。いつかこうして使う時のためにな。余計な真似を。私はこんなもの使わんぞ。見事に調合できたライザの腕前は認めるがな。どうしてそこまでクリント王国の錬金術を嫌ってるの？いくら大昔にひどいことをしたからって。アンペルは数十年前までこの国ロテスバッサの王宮に仕える巧妙な錬金術師だった。リーラ。しかし王宮の意向に沿わなかったことで不況を買い、策謀によってその腕に再起不能の傷を負わされた。その策謀を主導し、調合に一片の爆薬を混ぜたのは、友と信じていた同僚の錬金術師だった。そんな。私のこの体の秘術にたかられた昔の話だ。今さら蒸し返すようなことでもない。そうして王宮を追われたアンペルは失意のまま放浪し、やがて門から迷い込んできた私と出会った。クリント王国が過去に犯した罪業を聞かされたお前は、泣きそうな顔をして私に言ったな。錬金術師はいつまでも同じことをやっているな、と。その後、私がお前に返した言葉を覚えているか？忘れたとは言わせんぞ。お前自身はどうなんだ、錬金術師だったか。そうだ、私の言葉を受けお前は誓ったはずだ。命の限り錬金術師の犯す罪に抗うと。今も誓いを抱いているのならその器具を取れ。それは薄暗い罪の産物ではない。お前の誓いを明るく照らす新たな錬金術師がお前に差し伸べた新たな手だ。つまりは傍観せずに自分の手でやれということか。問題なく動かせる。まるでかつての腕を取り戻したようだ。ありがとうライザ。こうして錬金術師と手を取り合う日が来るとは考えていなかったよ。しかもそうさせる腕そのものを錬金術で作ってしまうとはな。お前は本当に大したやつだよライザ。何もかもアンペルさんが私に錬金術を、こんな素敵な力を教えてくれたからだと思う。そうだよ、二人がここまで旅をしてきてくれたから、ここで出会った私たち全員が変われたんだよ。すねもののようにさすらってきた私の旅にもそれなりの意味はあったわけか。にしてもまったく、お前はいつも厳しいなリラ。ためらいもたじろぎも許さず尻を蹴りつける。私に依頼した時とかなり口調が違うんだよね。重荷を背負ってる彼を助けてあげなきゃだっけ。そんな軟弱な物言いはしていない。ありがとうなリラ。ライザ、やってみよう。お前たちが取り戻してくれたこの手で。ライザ、ここにいたのか。どうしたのそんなに慌てて。分かったんだってよ、あの弾の出所が。ボスがみんなを集めて早く来いって。分かった。
これを見てくれ。倉庫の奥に隠されていたものだ。これは手書きの地図？私たちのと随分違う。あ、この地図が書き記してるのは街道の西側、悪魔の野だ。え、どういうこと？どうも地図というより旅程を記したものらしいな。そこそこ測量もできている。やるじゃないか。確か村では街道の西側に踏み込むのは厳しく禁じられてたんだよね。うん、島の人間は小さい頃からずっと禁足地だって言い聞かされて当然みたいに思ってるけど、その教えを踏み越えて冒険に出た男が何世代も前にいたのだな。その結果あの玉を持ち帰り離れに据え付けて水に困っていた村で牽制を振るったというわけだ。とにかく玉が隠されていたのは悪魔の野の先、この遺跡らしい場所と狭い谷を抜けたここだ。なるほどな。ボス、俺はお前のご先祖様に嫉妬しちまってるぜ。だろうな。この谷を越えた盆地に書いてある記号って、すごく見覚えあるね。晴れた日に北の空に見えてると。出立の準備をしなければな。同じ料亭をたどるなら街道の中ほどから真西の丘を越えるルートか。おそらく道なき道だろう。目星をつけて行くしかないな。ただの調査で行くには危険な場所だろう。村の禁忌を犯すことにもなるが、いいんだな。もちろん、今さら立ち止まってなんかいられないでしょ、レント。ああ、とうとう挑む時が来たんだ。俺の野心、俺の目指すもの、あの塔に。この遺跡、変わった形だね。何かの祭壇のようにも見えるが、今となっては用途もわからないな。魔物とか隠れてないかな。確かにボロボロだが、リラさん、これってもしかして。ただ古びただけではないな。あちこちに戦闘の跡が見える。襲撃を受け破壊されたんだ。何に襲われたってのは聞くまでもないよね。行こうぜ、まだ先は長いんだ。行き方はよくわからんが、この奥の方が怪しいな。とにかく前に進もう。谷の壁にへばりついてるみたいな形だ。はあ、立て続けにいろんな遺跡を見すぎてなんだか感動の気持ちも麻痺してきちゃったよ。こいつは城塞の一部だ。城塞ってお城？より明確に言えば敵を食い止める戦闘用の城だな。襲ってくる大軍を狭い谷にまとめて迎え撃ったんだ。私にも分かるくらいに戦いの跡があちこちにあるね。この散らばってる残骸はクリント王国の軍隊ってことだろうな。この谷でよほどの激戦があったみたいだ。これだけのものを作れるクリント王国でもフィルスタの大侵攻にボロボロにされたんだね。この先にフィルスタを防ぎ切った人たちが隠れ里なんか作ったりしてないかな。
もしそんなところがあれば、僕らの村と交流したり、ボースのご先祖様が書き残したりしてると思うけど。何にせよ、ライザの言う通り、この先の塔で何かが得られる気はしてきたな。あんまりいいものじゃない気がするけどね。まあ、それも今更の話かな。なんか妙なもんが立ってるんだ。ああ、これ流星の古城にあったのと同じ様式だね。書かれてる文字も同じ。古城の装置ってフィルスタがこっちに出てきたのに合わせて何百年かぶりに作動したんだったよね。ああ、フィルスタ迎撃のためこの地方にはあちこちに同じような仕掛けが置かれていたんだろう。その同じような石碑があるってことは、古城みたいにこっちも起動してたりするのか。さあな、私には起動してる可能性が高いとしか言えん。でもあれは出てきてないよね。召喚ってのは煙のように湧いて出るわけじゃない。特定の魔物を呼び寄せる波長を放射するんだ。そうなんですね。勉強になります。だから波長の放射範囲内にその魔物がいなければ、当然ながら召喚の効果はない。範囲内に魔物がいたら、今のこういう状況になるな。倒した。アンペルさんやリラさんが加わったからかな、前より随分と楽に片付けられたね。そこは素直に私たちの成長の成果って喜ぶべきところでしょそうだね。アンペルさん、この召喚って連続してやってくるものなのか。普通は召喚する数には制限を設けるはずだが、場所が場所だ。それも外してあるかもしれん。じゃあ先を急いだ方が良さそうだな物言いが一発の戦士になってきたな。塔が目と鼻の先だから気が流行ってるだけさ。みんなそろそろ行くぞ。これだけ軽ければ遠くまでジャンプできそう。うまくできてよかった。あとは実際に使ってみるだけだね。どこかに使えそうな場所あるかな。